森商事駅は大阪府大阪市旭区森商事一丁目にある京阪電気鉄道京阪本線の駅。駅番号は KH07。森商事は江戸時代からある地名でかつては付近一帯に樹木が鬱蒼と茂り、その中に工事が続いていたことから言われる。また駅から南東400メートルの新森には森商事遺跡がある。 昭和6年に発見された弥生駅から古墳時代までの集落跡で、その範囲は新森中央公園を中心に半径500から600メートルにわたる。京阪本線の開業当時、すでに森商事と名の付く駅は設置されていた。ただし1931年の線路の移設とその後の解消により、必ずしも連続しないため、現在の駅についての歴史を記す。 したがって、京阪梅田線の最初の計画で、文京駅となっていた森商事駅とは、当駅のことではなく、現在の千林駅のことである。長らく、京阪本線の大阪市内の駅で唯一、車椅子対応エレベーターエースカレーターがなく、バリアフリー対策のされていない駅であったが、2009年4月に2011年の3月下旬、竣行予定で、 ホームと改札外を結ぶエレベーターの新設や階段、改札の移設、多目的トイレの設置などのバリアフリー工事が行われることが発表された。なお現在の改札口は撤去され通路は拡張を及び改修され使用を継続する。しかし工事完成は遅れ2011年5月30日にエレベーター、多目的トイレの使用が開始された。その後も 通路拡幅の工事などが続けられ、ようやく竣工した。無人駅である。また、改札内にはトイレがある。島式2面4線の構成だが、内側の2線は通過線となっているため、柵で仕切られており、外側2線のみで乗降を扱う。高架駅であり、ホームは2階で、改札口は1階の東山1カ所ずつ設けられていて、階段かエレベーターで移動することになる。 一回改札内には男女別のトイレとオおメイと,と車椅子対応してベビーベッドなどを備えた多目的トイレが設置されている。両、ホームとも有効長は8両。2008年3月に番宣表示が付与された。2019年度の特定日における1日の乗降人員は135万35人である。近年の1日乗車、乗降人員数は下表の通り。 出展、暮らしの中の京阪2009年4月号出展、京阪の写真、鉄路50年の年表による。その後どの段階で通過に戻ったかは、未章出展、駅置きの広報誌、暮らしの中の景判1988年3月号、より出展、駅置きの広報誌、暮らしの中の景判1992年3月号、より出展、駅置き沿線情報誌。 K プレス2009年12月号16面、暮らしの中の計販より出店、駅置き沿線情報誌、K プレス2011年6月号16面、暮らしの中の計販より大阪市統計所、大阪不統計年間大阪不統計年間、大阪不統計年間大阪不統計年間、大阪不統計年間大阪不統計年間、大阪府統計年間大阪府統計年間大阪府統計年間、大阪府統計年間、大阪府統計年間大阪府統計年間大阪府統計年間大阪不統計年間大阪不統計年間 大阪府登懸年間大阪府登景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 年間大阪年間大阪年間ありがとうございます